すごいな、でも本当にちょいちょい展開が変わってるところが感動しますね、もはや。お見事お見事、こいつは最高っすわ。計画の時に狙ってたのと同じ通用口っぽいですね。ここの構造については俺も知らねえけど、磯井君はわかるのか？一応情報としては把握してましたよ。いざ決行してみたら、どこに隠されてるか全くわからなくて焦りましたけど、十字架の下とは。情報通りなら、この先は間違いなく外につながってます。アクシデントがなければ皆さん脱出できるでしょう。あれほど望んでいたことだというのに、いざ目の前に希望を提示されると、戸惑うものだな。よし。じゃあ俺はちょいと、立つ鳥跡を濁しまくるために工作してきますかね。すぐに追いつくので、皆さん先に進んでてください。俺は、信濃を助けに戻りますので、皆さんは先に出て、救援を呼んでください。はい、そういうわけで。あ？アトさん。すまない。ひどいことを言うが、彼は無事だったのか？おじさん、あの人は。ああ、そうだ。シナノは、現在のオリジンベータだ。おい、待てよ。話が突然すぎてあれだけどよ。あんた、それを助けるって言ったのか？ええ、言いました。彼は、まだ助けられる。オリジンベータになりきってはいない。今ならまだ、引き離せる。おい、待て。無理だって。あんた、自分勝手でみんなを巻き込む気か？君は、君の自分勝手で俺を助けようとしたんだ。じゃあ、俺が同じことをしても咎めようがないよね。ごめん。意地悪なことを言った。君がここに来た思いと覚悟は、きっと計り知れないものだろう。俺たちはそれに救われたんだから、ひどい言い方をするもんじゃなかった。悪い。いえ、まあぶっちゃけ事実ですし、俺がどうしてそこまでして信濃を助けたいと思うかは、未だにわからないところもある。信濃とは一週間と少しだけの付き合いで、俺という人間の性分からしたら、命を懸ける理由なんてどこにもないんだ。アトウさん。クラチさんのように正義感で他人を守ろうとするタイプじゃないよ、俺はね。でも、それでもこの期に及んで、俺はあいつを助けたいと思う。たとえそれが細胞によって仕組まれたものだったとしても。アトウ君、あんたは。それに、実は戻らなければならない理由がもう一つだけあります。俺はここに来た当時、経緯について曖昧な記憶しかなく、挙句、一瞬本名を忘れるまでに錯乱していました。でもそれは然るべきことだった。俺は偶然ここに来たのではなく、いずれ来ることになっていたんです。俺は12歳の時死にかけた。考えてみれば、それより以前の記憶が全て抜け落ちている。不思議なことに、疑問に思いもしなかった。顔も覚えていない両親が死んだとされ、祖母と自称する女性のもとで育った。
その空白の12年間、俺はおそらく多くの時間をこの組織で過ごしたはずです。明確なことが分かったわけじゃありません。でもこの事件、この組織の暴走の根底に、関係者と幹部の間に生まれていた当時12歳の春樹という少年が関わっていることは事実だと思います。その解明も含めて、俺は信濃と宇津木にもう一度会いたい。そして初取り始めにも。なんか話が飛びすぎてよくわかんねえけどさ、それで俺らが何を言ってもあんたの強い意志は変わらねえんだろ。はい、私はあなたを信じます。あなたが何者であろうと、私にとってあなたはみんなを助けてくれた阿藤さんです。根拠とか理由とかは難しくてわからないけど、あなたを信じたい。それが私の意志です。どうあっても君が我々にしてくれたことの前には何も言えんよ。だがそこまで我々の前に情報を晒したからには、ぜひ真相を解明して教えてもらわねばならんな。私はおじさん好きです。だっていっぱい助けてくれたし、元気をくれました。たくさん辛いことがあったけど、こうしておじさんのおかげで笑えます。そんな、俺だけじゃない。誰一人欠けてもこの結果は得られなかった。クラチさんも柳さんもカレンちゃんもリクさんも磯井くんも相葉くんも、情報をくれた研究員、情報を残してくれた相葉雄介さん、それに加納さん、蛇口さん、誰の存在がなくてもこの今には収束しなかったんだよ。阿藤殿、貴殿は貴殿にしか分からぬところで戦いをしようとしている。なれば我々がここにいたところで懸念要素となりうるだけだ。我々は先に脱出させてもらうとする。そして救援を呼ぶことがおそらくは一番の助力となるのではないか。ああ、その通りだ、相葉くん。皆さんはこのまま脱出してください。お願いします。オーケー。この先の道が本当に外へつながってんのかも、調べなきゃならねえしな。柳さん、あなたにこれを渡しておきます。通称、細胞抑制剤。簡単に言えば、細胞の侵食を防ぎ、安定化を図るためのものだそうです。これによって細胞の動きを完全に自我で制御させることができれば、思考細胞すら普通の細胞と同じように取り扱うものとして、一般的な人間同様に戻ることが可能。いいもん手に入れたって、それすか。確かにいいもんですけど、無茶しすぎ。それを私にですか。いえ、特に強い意味はありません。でもあなたが発言した能力は癒すことだから、なんとなくです。この薬もまた一種癒しのようなものだと思いますから。責任を持ってお預かりします。私一応注射のやり方知ってるんですよ。看護師の娘ですから。ですから違法ですけど
いざという時には。そんじゃ僕からはこれを。刑事さんと陸さんに。これは俺が組み立ててた爆弾。万が一この先道が塞がれていた場合や何かあった時のために一つ、予備で一つ。軽力ですが取り扱いには気をつけて。もともと別の目的で所持していましたが、ちょっとそれどころじゃなくなりました。お前も行くんだな、急い。足りめえでしょ。もやし一人に何を任しておけるって言うんです？もやし。俺は今でも反対です。明確な打開策があるわけでもないのに、わざわざ敵の元に戻るなんざ気が狂ってる。それにこの脱出経路や爆弾だとかの準備だって何も安全とは言えない。まだ全滅の可能性だって十分あるんだ。でもそれぞれが今現在において確固たる意志を持ち、進む方向を向いて立っているなら、俺が取れる行動は二通りです。力で無理やり相手を依服させるか、その中で最善を見つけ手を取り合うか。俺は前者も悪いことだとは思いませんよ。ですが今は後者を選択します。それが俺の今回の意思です。決まったな。それでは皆さん、先に生きて帰ってください。俺たちは三人で必ず戻りますから、はあ、かっけえなあ。何度見てもかっこいいなあ。さあここからか。とりあえず全員の話を聞いていきましょうかね。クラチさん、皆さんをお願いします。君は先ほど私について正義感で人を助けることができる人間と言ったが、その限りではない。私とて我が身は可愛いし、他の何かよりも家族のことを大事に思うだろう。それでも我が正義、警察官としての誇りは市場にとらわれず人々を守り抜くということにある。つまり私は故にこそ法の中でしか生きられんのだ。クラチさん、日本人であるからには日本国憲法の中で、警察官であるからには警職法の中で、その外では私は生きられん。だが不思議なことにね、私はここで自分が取った行動、君たちが取った行動、その全てが正義に反するとは思わんのだ。たとえ法廷で咎められるような行いであったとしても、たとえ公務員として人々から糾弾されることになったとしても、それこそが私の、警察官としてではなく倉地照美としての正義なのだろうと思う。私は榎本を撃った。それが致命傷となったことは間違いない。その是非が問われることとなるかもしれん。当然自分が信じたその正義に戸惑うこともあろう。人間だからな。だがそれで得られたこの結果を最後まで貫きたいと思う。だから阿藤君、君もどうか己を信じて突き通してくれ。やはり俺はあなたを尊敬します。ありがとうクラチさん。そうだ、これを渡すのを忘れていた。これは
拳銃の空になった玉倉部分に仕組まれていた。何、加納さん？やはり奴だったか。なんとなくそんな気がしていた。奴にもそんな思いがあったんだな。何？違うんですよ。あの人のこれは、俺のこと忘れないでずっと生きててねっていう呪いみたいなものです。呪い？あの人は社会から完全に自分の傷跡が消えてしまうことを恐れていた。痕跡か。彼はびっくりするほど自己啓示欲が強い。だから俺に生きていてほしいんですよ。少なくともこの限られた状況で彼を最もよく知ったのが僕、俺でしたから。誰かに生きていてほしいとか、誰かを助けたいとか、そんなことを思う人じゃありません。だから死んでなお俺に取り付こうとする呪いみたいなものなんです。しかしこの拳銃を君に託した。ええ、全く気まぐれも困りますね。ちょっといい人だと思って覚えて置いちゃうじゃないですか。では我々もその銃に乗るとしようか。呪詛かな。麻藤君、必ず生きてくれよ。わかりました。ええ、遺言？何それ？読みたい。俺の分も生きて。うわー、いい人だと思っちゃうよ。呪い、祈り、希望、どう扱うかは自由だ。そうだ、柳さん、ちょっとだけ気になることがあって。はい。大したことではないんですが、柳さんっておタバコ吸われますか？え？いいえ。あ、前に少しだけ吸っていましたけど、今はないです。そうだったんですね。いえ、手荷物の中にオイルライターがあったものですから、ちょっと意外だと思って。ようからの初めてのプレゼントなんです。もともと陽が吸ってて、私が二十歳になった時、同じものを吸ってみたいって言ったんですよ。そしたら、じゃあってこのライターも買ってくれたんです。そのうち陽も吸わなくなって、自然と私もやめたんですけど、これだけは捨てられなくて。お守りみたいなものですかね。そうですね。前を向くと決めたけど、これくらい思い出にとっておいても陽は許してくれるかな。またバカって言われるかな。その時はバカバカ言うな、ツンデレって言い返してやりましょうね。そうしましょう。さん、これが最後のお力添えになるかもしれません。おけが治させていただきますね。Thank you。 ありがとう柳さん。ちゃんと戻ってきてもらわないといけませんからね。いや、 15% か、ゼロだと思ってたんだけどな。カレンちゃん、もらったお守りなくしちゃってごめんね。きっとおじさんの身代わりになってくれたんです。あのお星様のついたお守り、お母さんはお星様になったんだって、お父さんがくれたの。そっか、きっと俺たちも一緒に守ってくれたんだろうね。お礼を言わないと。まだまだおじさんも頑張らないといけないから、私お祈りしてるね。
おじさんとお兄さんと、墓地に取り憑かれちゃったお兄さんがちゃんと戻ってこれますようにって。ああ、ありがとう。頑張ってくるよ。今だからわかるんだけどね、おじさんっていっぱいいっぱい持ってた。私たちと同じもの、墓地と同じもの、それからブドウの匂いがするもの、それからなんだろう、白い鳥さんが見える。白い鳥？おじさん、だから大変だと思う。でも頑張ってね。それはおじさんしかきっとできないことだから。俺はシャバに戻ったらさ、またちゃんと就職しようって思うんだ。ヒゲも切っ、髪も切って、ヒゲも剃って、書類書いて。もうすぐ俺もみそじだからな。スミレさんのためにもしっかりしねえと。もうすぐみそじ。え？失礼、リクさん今おいくつですか？28だけど。いえ、あ、同い年同士、頑張りましょうね。おう、あ、同い年、巻きでお願いします。少し休んだら俺たちも進むよ。気をつけてな、アト君。あ、そうだ。実はさ、こんなものをさっき回収したんだよ。気分のいいもんじゃねえと思うけど、使えるかもしれねえからな。なんだろう。わ、榎本のカードキー。あれ？前ももらったわ。榎本さんの部屋に行けるんだった。この先絶望に転落するなんて、そんなうちはまっぴらごめんだぞ。死ぬんじゃねえよ。いいですね、この感じ。相葉くん、表情が暗いけど大丈夫？いや、考え事をしていただけだ。辛い思いをして辛い光景を見たのは俺だけではないしな。そっか、無理しないでね。大丈夫？相葉、不安だな。なんか、ん？アト殿、追いかけてきた。どうしたの相葉くん。言うか言わまいか迷っていたが、やはり貴殿には伝えておかねばなるまいと思った。アト殿、貴殿はすでに自分自身についてと初取り始めのことについてある程度の認識を得たようだが、初取りの死について詳しいことはわかるか？俺がここで拾い集めた情報、そして拾い集めた記憶のかけらから推測したことに過ぎないんだけど、ことの発端は幹部であった磯井雷と、部外者でありながら初取りの友人だった原田実にできた息子の存在だ。名前を磯井春樹。俺が記憶をなくす前、16年前まで名乗っていた名前だと思われる。この存在をめぐって組織内でかなりのいさかいが生じたみたいだ。榎本も、お前だけは許さないと俺に言った。おそらくは初取りの死亡もそれに起因する。生まれつきか、組織に利用されたからか、余命宣告通り12歳の頃、俺は死にかける。その時、母と父親の原田実は初取り始めにその救済を迫ったんじゃないか。16年前、約15年前、確かにその時期は一致するな。初取りは
その頃すでに自分が生み出す思考細胞が非常に不安定になっていて、研究や組織の存続について悩んでいた。だからそれを機に自分の細胞が持てる力を幼い少年の生命として託し、自分は自殺を試みたと。自殺？これは榎本の話だけどね。初取は16年前の事件で自ら命を絶とうとしたって。だけどそれは宇津木に止められた。今の初取はじめはかろうじて生きてはいるが、細胞を生み出すだけの愚物だと。宇津木が初取を利用しているっていうのが、いろんな情報を総合して考えてみた結果だ。もちろん矛盾する意見や主張、情報も多い。俺も他人事のようにらしいとしか言えないしね。あ、そうだ相葉くん、君にこれを渡さなくちゃいけなかった。うん？これは。ごめん、もっと早く渡さなくちゃいけなかった。旧実験棟で見つけたんだ。祖父が宇津木に宛てた手紙か。ああ、どうやら祖父も、あ違う、叔父も俺と同じことを考えていた。え？これこそ俺が阿藤殿に伝えなければと思った話だ。叔父も同じように考えていたならなおさら言わねば。阿藤殿、俺が引き続き調べた情報をまずは聞いてくれ。うん。初取らがそもそも発足したアカシアの民だが、この最初期に手を結んだ人物は3人だった。まずは初取はじめ、アメリカで生まれた日本人研究者、得意な体質を持ち圧倒的なカリスマを持つキリスト教徒、そしてこれを支援したのが投資家のセオドア・リドルという外国人。この存在は特に大きかったと見られる。彼の名前は最高顧問として常に初取に次ぐ地位にあった。最後の一人が宇津木紀之、某製薬会社の次男。その後の組織においても初取とセオドアの次に高い地位につき、今では組織の最高位に立っている。それから徐々に人が集まり始め、エンピレオ研究所の基盤たる組織へとなっていったのだと思われる。だがエンピレオ研究所が発足する1985年の1年前、1984年の頭にセオドア・リドルは航空機事故で亡くなったらしい。そして磯井実光の書物が書かれ始めた時期が1984年の半ばからだ。え？どういうこと？エンピレオ研究所はもしかするとその発足の時にはもうすでにアカシアの民の時代の方針を見失っていたのかもしれん。それでいいか、アトウ殿。それまでは初取とセオドア、宇津木が主たる方針を決めていたとする。そこでセオドアが抜け、深い穴に部外者である磯井実光が入り込んできた。だが彼は所詮部外者だ。となれば宇津木はどのような行動を取ると思う？少なくとも磯井実光に組織を動かす実験はなかっただろう。となれば部外者に初取が感化されすぎないよう、組織内の実験を主に己が握るようにしたはずだ。
つまりエンピレオ研究所は初鳥が存命していた頃から半ば宇津木の意向のみで動いていたのだろう。だから初鳥の自殺未遂を機会として本格的に己がトップに立とうとした。アトウ殿、おそらくはそうじゃない、逆だ。ここで行われていた実験はすべて初鳥の永続、存続、そして復活のためのものだったのだ。宇津木はおそらく自分と初鳥のことしか考えていない。奴がそこまでしてなぜ初鳥に執着しているかはわからない。だが叔父もその思惑には気がついていた。すべての研究は人々のためでも神の領域に至るためでもない。初鳥という存在に捧ぐ生贄だった。推測だよね。確かに無理やりな推測ではある。だから伝えるのを戸惑っていたのだが、だがもし貴殿が先ほど自分で語った通り、その身が初鳥から異物を託された存在であるならば、宇津木は何としてでも貴殿の存在を使って初鳥を復活させようとするのではないかと危惧している。分かった、その可能性も踏まえて立ち向かうとするよ。余計な情報を与えてしまったらすまない。だが忠告しておきたかった。貴殿が思う以上に貴殿は狙われているかもしれないということを。申し訳ない、なんだか話が長くなってしまって自分でも何を言っているのか。あるあるだよ、それは。情報は錯綜するもの、だから判断と処理が必要になるのさ。大丈夫、俺は俺だし誰にもならない。宇津木に対して情を抱く必要もない。彼や組織の過去にどんなものがあろうと、俺は俺として生き抜くために戦ってくるよ。ああ、待っているぞ。そしてできれば答え合わせをしてくれ。ああ、そうだね。いやー、結構重要なこと言ってましたけど、これが本当だったらどうなるんだ、このラストは。もう皆さんとは話をしてこなくていいですか。この抜け道から戻ったらもう全てが終わるまで会えないと思いますよ。さあ、ということなので、今回ここまでにしたいと思います。長らくありがとうございました。次回に続きます。